不施県は、日本の検察官、ロッキード寺検事の検事総長、旧姓、小橋県、現在の岡山県備前市かかと出身。12歳の時、広島県の不施への養子となる。広島県立呉れ第一中学校、旧姓第六高等学校を経て1936年、東京帝国大学法学部法律学科卒業、検事任官。 戦争前の東京区裁判所検事時代に担当したゾルゲ事件で評価を高めた。戦後は司法省行政局第三課長を振り出しに法務省と東京地検を行ったり来たりする本流コースを歩む。1949年には東京地検の主任検事として下山事件を担当し多殺説を取った。1958年東京地検特捜部長。 1962年、甲府地検検事政、1965年法務省、共生局長。1969年の東京地検検事制時代には、東大安田行動事件や沖縄返還闘争などを手掛けた。1973年東京高検検事長などを経て、1975年に戦後第11代検事総長に就任。 部下に慕われライバルを蹴落とすわけでもなく、政治家に恩も義理もなく、検事総長になれたのは、当時の三木内閣に力がなかったからとも言われる。同年に、日本赤軍によるクアラルンプール事件が発生して、獄中同士の釈放を要求された際には、関係大臣の協議の結果を受けた稲葉治法務大臣から検察庁法第14条が、巡用される形で指揮権が発動され、 5人のメンバーが長宝期的措置で釈放をすることになった。翌1976年、日本の疑獄史上最大の事件とされるロッキード事件の捜査を指揮し、政治の圧力に屈せず田中角栄元首相を逮捕、起訴に追い込んだ。ロッキード事件では、ロッキード社幹部の嘱託承認尋問調書を取る過程で、検事総長として刑事訴訟法、 第248条に規定された基礎弁議主義に基づいて基礎をしないことを約束した上でロッキード社幹部に対して事実上の司法取引を行ったが1995年の最高裁判決で有罪判決が確定しつつもロッキード社幹部に対する事実上の司法取引について否定的見解が出た。ありがとうございます。